磯野くん、始めるわよ。キャドオペレーター向けお役立ち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルではキャドオペさんに向けスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けします。お届けするのはワンオペで男の子3人を育て、21年間で2350人のキャドオペレーターさんを指導ですね、接してきましたインストラクターの花粉症に悩んでいる、建設の花澤さんです。どうぞよろしくお願いします。高単価で指名される在宅キャドオペレーターへの第一歩、クラウドソーシングで10万円稼げるようになる在宅ビムシム90日チャレンジがいよいよ今月から始動します。クラウドソーシングって安全なの？トラブルに巻き込まれたりしない？その疑問や不安に答えたいと思っています。ステップの6、クラウドソーシングサイトの危険を回避する方法。さて今日の花澤さんはこちら、クラウドソーシングは危険じゃないの？ですね。私の体験談をお話しします。安全なサイトの目安、今日もですね3本立てていきたいかと思っています。クラウドソーシングは危険じゃないのか、ネットでクラウドソーシングって検索するとこういう感じで危険、おすすめも出てきますけどね、危険とか危ないっていうのが出てきちゃいます。せっかく頑張ってもう報酬が振り込まれなかったりとか、契約したのに相手都合で無効にされたとか、もっと怖いのはその怪しい会社に振り込み先として口座が登録されたり、電話番号とか住所とか個人情報を知らせている場合、怖いですよね。安心してください。あなたを怖がらせるためにこの動画を今回作ってるわけではありません。今回はどのようなクラウドソーシングなら安全なのかというのをですね、私の実際の体験談を交えてお話ししたいと思っています。危なくないと思われるクラウドソーシングは、当然昔からある大手のクラウドソーシングサイトって安心ですよね。続きの詳しい話はオンラインでしたいと思っています。オンラインサロンでしたいと思ってますので、どうかお楽しみに。はい、にですね、私の体験談をお話ししますとですね、恥ずかしい話ですが、私の失敗談と成功談をあなたにお話ししようと思っています。まずは失敗談。ネットが各家庭に普及し始めた頃の話なんですね。長男を出産後ですね、保育園に無事預けることができ、保育園に延長保育制度があっても認められてもらえなくて、どうしても在宅でキャド業務しなければいけなかった頃の話です。その頃はクラウドソーシングというものではなくて双方と呼ばれていました。とある総合サイトでお仕事を見つけたんですね。初めてのとこだったけど、図面が1枚1万円ですだったのでですね、結構枚数があったので子供の保育料も払えると思って仕事を受けたんです。じゃあそして感触も良かったと思いお仕事をさせてもらったら、なんとその案件は流れたので図面作成は半分しか払えないって言われてしまったんですね。その会社の指示通りに打ち合わせをし、見積もり金額の確認もしてですね、図面を作成し納品し請求書も送ったところだったのにっていうところです。その後ですね、その会社の担当さんから自分は別会社に就職したからってお仕事の話を打診されたんですけど、やっぱりそういう方って怖いので当然お断りをしました。その当時には今のようなクラウドソーシングの間のようにですね、仲介でですね入ってくるシステムがなかったので、このようなことになってしまいましたが、なった原因でもあるように思います。さあ前も言ってますが、あなたには公平な目で物事を捉えてほしいので、今度は成功談の方もですねお話ししたいと思っています。これいろいろありますが、ライティングとかお仕事、ご相談があるのか、とある月の片手間で受注した内容の一部です。大体5000円から2万5000円ぐらいのイメージになっています。この仕事は私から応募してないんですね。受注者の方からサイトの方ですね、写真があって、その時の仕事量を考えて片手まで行っています。クラウドソーシングに自分の経歴を含め記載しておくとですね、こういうふうに発注者、クライアントの方から直接打診されることがあります。図面作成や講師業の他に某有名ベンダーさんのコラムの執筆とか書籍の著者の打診とかあったりとかですね、いろいろ出てきたりすることもあるので、クラウドソーシング登録することで発注者の方の信頼は上がります。クラウドソーシングを返さないものでもですね、この人どの人だろうというところで見られることが多々あるので、まあ登録することはマイナスにはならないかなと思っています。仕事を受注しなくてもですね、自分の可能性を見出すためにも
チャレンジしてみる価値っていうのはあると思っています。続きの詳しい話はオンラインサロンでするので、どうかお楽しみ、はい、安全なサイトの目安とは何でしょうですね。私が思う目安はこちらです。じゃん。仕事をする際ごめんなさい、仕事をする側、依頼をする側ともに利用者の最も多いクラウドソーシングっていうのは安心ですよね。またその中のその依頼をする側が大手企業さんからの案件が多かったりとか、運営のサポートにですね、分かんないことがあったら質問ができたりとか、あと報酬の振り込み等の取り決めが明確である、あと当然そのお仕事を発注する側の人とか受注する側の評価っていうのも閲覧できるところっていうのは案外安心なんじゃないかなと思っています。仕事をする側、依頼する側ともに利用度を持って多いクラウドソーシング、利用者が多くて活発のところっていうのは安心できません？あなたはどう思いますか？続きの詳しい話はオンラインサロンですので、どうかお楽しみに。まとめます。ステップの6、クラウドソーシングサイトの危険を回避する方法。クラウドソーシングのサイトの危険を回避できそうですか？私の実際の体験談どうでしたか？ネットには海線山線情報がねですね、当然いろいろ溢れています。誰かの失敗も成功も共有することであなたの今後に役立つと思っています。もしあなたが未来を良い方向に変えたいと思っているなら、クラウドソーシングで10万円稼げるようになる在宅リムシム90日チャレンジにぜひご参加ください。基準チャレンジはこちらです。クラウドソーシングを中心にお話をしますから、クラウドソーシングを学んだり自己自身ですね、体感しながらオートキャドとかレビットの操作方法を学んでいくという90日、プラスですね、 Zoom で個人、コンサルさせていただきながら進んでいきますので、お一人間ですね、少し少なくなるのではないかなと思っています。今までに2350人の方に指導してきた私がですね、リムシムの世界で実際に稼いでいくための方法を惜しみなくお伝えするチャンスです。近日中に募集開始しますので、この貴重な機会をぜひご活用ください。さて次回の花澤さんはこちら、ステップ7ですね、発注者と受注者のミスマッチを防ぐ方法をお届けします。どうかお楽しみに。最後まで動画の方ですね、見ていてくださり本当にありがとうございます。最後にあれをいきますよ、ご準備はよろしいですか？じゃんけんぽん、まったね。建設の穴澤さんはノートと YouTube で展開しています。よかったら検索をして私を探してみてください。まったねー。